YouTuber あれこれ調査隊。このコーナーお久しぶりです。視聴者の方から調査依頼が届きました。43歳女性 N さんからのお便りです。国際通りにオリオンビール T シャツを着ている人は何人いるのかという依頼が届きました。確かに最近はね、修学旅行生も着てたりしますもんね。今日は国際通りをこう根こそぎ調べて回りたいと思います。行ってきます。最近街でよく見かけるオリオン T シャツ、その数を調べる前に国際通りのお土産屋にやってきました。その理由は、じゃあ荒垣さん、はい、どんな、ね、企業ロゴ T シャツがあるかっていうのを教えてもらっていいですか。はい、はい、こちらのオリオンドラフト T シャツ、こちらがよく見るこれ、そうですね、はい、もう皆さんこちらを着用されて観光されてる方が、うん、すごくあのご家族とかですね、はい、一番あのカップルの方がはいはいはい、はい、もうシュプリームじゃないですかこれも。ほぼシュプリーム。1、2年前から流行り出した沖縄企業ロゴ T シャツはオリオン以外にスパムやブルーシールも。僕もせっかくだから一つ買っていきましょうかね。隊長は何の T シャツを選んだのでしょうか。この T シャツにしました。こちらです。もう目が合っちゃったんでね、買ってよというこの気持ちが。隊長が調べるのはオリオン T シャツのほか沖縄企業ロゴ T シャツ、一体何人いるのか調査スタートです。行きましょうか。片道でどのくらいいるのか、どん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 声かけます。行きましょう。めちゃくちゃ広く使えてますけど今、ね、人がいない。いたいたいた、可能性がある。はい、さーい、こんにちは。今いいですか、お話。やっとやっと会えました。1人目、ブルーシール T シャツで、みんな友人同士、はい、何の仲間ですか。高校、高校の友達、同じクラス。あ、クラス、今何年生ですか。高校1年生、はい、めちゃくちゃ楽しいでしょ今。クラスメートと沖縄来て、買ったきっかけは、これはあのこの前来て持ってきました、うん、あ、そう、福岡から。今日この後のご予定は。予定は、あ、あれ、フォーク卵おにぎりを食べよう。再び国際通りを探していると、すみません、お話よろしいでしょうか。いいですか、はい、いいですか、はい、綺麗な画角で入ってくれました。僕の後ろからスーってね、はいはいはい、嘘みたいなタイミングで来てくれた。え、お二人は言える関係。公表してもいい関係ではあります。いや、あの全然あの1年ぐらい付き合ってます。あらなんか今からなんか正式告白の前かなと思いましたけど、それなのに沖縄旅行も大胆だなと思いましたけど、このお揃いで着ようってもう決めてたんですか、今回の旅行では。まあそうですね、僕が買う予定だったんで、うん、なんか、うん、買おう一緒に、うん、僕から。それはどの時点でですか。行く前から。行く前から。でもちょっとね、あの視聴者の皆さんも気になってると思いますけども、多分彼氏目が可愛いと思うんですよ。いいですかね。可愛い目だけちょっと。本当に。リリシー。リリシーし可愛いし。入れ食い状態の国際通り。続いてはこちらのオリオン T シャツ2人組。何が楽しかったですか、沖縄。匂い酒屋、昨日の夜、うん、なんかすごいいろんな沖縄の歌歌ってくれて、はい、うん、あ、友達来た、それやって島袋ちゃんです。インタビュー中にまさかの1オリオン追加。1オリオン追加、今紹介してる。今からアメリカンビレッジで、はいはいはい、夜はここで飲めます。あ、また戻ってきて。そうですか。え、じゃあここで今待ち合わせしたってこと。あ、そうです、今待ち合わせしたってこと。テレビに捕まってるってなって。恥ずかしくないですよ、もう花がある3人だから。いや、その後も国際通りを歩く人たちに続々インタビュー。そんな中、少し気になる人を発見しました。なんで僕がお兄さんに会いたかったかっていうのは見当つきますか。見
ンポーン、はい、なんか変わってるように見えたから非常に誠実に見えます、はい、そのわけではないですよこれはあこの折り目がびっしりしてる感じ今回買われました、はい、買ったばっかり買ったばっかりそうだちょっとよろしいですか、はい、ちゃんとこの線が入ってますかねこの線が直前まで畳まれた線やっぱこう袖を通すと沖縄来たなって感じが一体感みたいな沖縄との一体感、はい、とっても素敵なフレーズいただきました調査終了間際に家族連れを発見もう本当に最後の最後もう終わろうかなと思った時に巡り合いましたありがとうございますニューオリオン1ブルーシール1スパムいただきましたこんなにバリエーション豊かなのは今日初めてですありがとうございますいやでもねオリオン T シャツは、ね、よくいるんですよね。いますよねそう10代オリオン T シャツもまあいるんですよねノースリーブ残念この子だけカウントできないそうなの違うんですよあのそうなんですよカウントしあのオリオンの企業ロゴ T シャツを着てる方なんですけどディレクターが真面目すぎてノースリーブダメって言ってるんですけど視聴者からの依頼は T シャツだったので残念ながらノースリーブはノーカウント果たして結果はさあ国際通りを2時間探し回りましたところ結果はオリオン T シャツが22人、ブルーシール T シャツが13人、A&W が1人、スパムが1人でございました。やっぱオリオン多かったですね。でその上で調査結果は、ね、沖縄企業ロゴ T シャツを着ている人はインタビュー OK 率 90% いただきました。ありがとうございました。明るい方が多い